沖縄県立那覇高等学校は沖縄県那覇市松尾一丁目にある県立高等学校。歴史1910年に開校した沖縄県立中学校分校を前身とする。2020年に創立110周年を迎えた。設置家庭、学科全日制家庭普通加工訓和中共同、積極新思交渉校名の名の文字の例書台と2枚の葉の絵を組み合わせ。 中央に、甲の文字を置き、那覇校を表している。校下5番まであり、4番に、孔名の、那覇高校が登場する。作詞は、前田よしみ。制服男女いずれも、以下の2タイプから選び、理由なし、申請なしで着用できる、制服自由選択制を、採用夏、水色のスカートに、水色の襟の半袖。冬、黒色のスカートに、 茶色のラインの入った黒い長袖。夏、黒色のロングズボンに、無地半袖のワイシャツ。冬、基本は、夏服と同じ。上からがクランを着用。同窓会、白竹同窓会と称している。制度導入の経緯と、概要。編集2020年1月、性の多様性に配慮した制度として、制服自由選択制をした後、制服自由選択制は、 学校側が指定した2つのタイプの制服から生徒自身が性別にとらわれることなく自由に選べるという制度。これまでも女生徒がズボンで通うなども可能であったが学校側への事前申請が必要であったため生徒へは高い壁となっていた。この制度が施行されたことで学校側への事前申請不要で生徒自身が自分に合った制服を着用できる。 現在は季節や気分でタイプを変えることも可能。しかし、学校側が指定した組み合わせのみ、着用可能で上下で別のタイプの制服を着るなど、それ以外の組み合わせは着崩しとみなされ、生徒指導の対象となる。この制度の課題、編集制度施行後、制度利用者は増えたものの、利用者からは周りの目が気になる。などの声が聞こえる。 一人一人の意識の改めこそがこの制度の根本的な問題だという意見もある。また、以前より制服をブレザーにしないかという声が利用者や多くの生徒、有識者から挙げられている。現在の制服はいずれのタイプもデザインが互いに大きく異なるため目立ってしまいこの制度を利用できない人も多い。それに対しブレザーはデザイン自体は いずれのタイプで共通なため多様な組み合わせが可能である。制服の変更が難しい背景として戦前から110年続く伝統校ということがある。過去の伝統を継承しつつ現代の問題を解決していくことが期待されている。なお、この問題を題材にした同校放送部制作の制服選択制という作品があり、 県内の大会で最優秀賞を受賞している。同作品は校内における人権教育の教材として使われることがある。沖縄県立第二中学校時代沖縄県立の覇高等学校。ありがとうございます。